じゃじゃーん、よろしくお願いします。はい、でも井ノ原さんがなんか途中で、えって顔してたのが、とても僕的には印象残りましたね。まあ、変なっていうか、まあ、記者がなんか、なんだ、井ノ原さんも同じ少年たちのことなんか集めて、そういうことをすることもなんか考えられます的な発言があったんですけど、それ、えってなんか言ってて、いや、何言ってんのっていう、この人なんか変なこと言ってないみたいなこと言ってて、そこがすごく僕好きです。はい。やっぱね、今の状況だとスマイルアップの方が、まあちょっと立場が、まあ低いっていうか、まあ記者の方がなんかこんなになってるね。もう記者の顔さ、名前とか出してますけど、全部もう顔出してやってほしいね。なんか記者会見とかいつも思うんですけど、まあ記者、だからね、こう、まあ井ノ原さんとか、ね、東山の社長とかさ、弁護士とか顔出てますけど、質問する記者にもカメラ向けてほしい、なんか。言う人の顔も出さなきゃダメだねって思うんだけど、まあ名前を出してるかあれか、まあいいのかな。微妙だけどね。なんかそう、いつも思いますね、いつもね。まあでもなんか記者もなんかめちゃくちゃ怒ってる人もいましたけど、なんでそんな怒ってんのって。そんなあなたは被害受けたのってちょっと思いますけどね。なんで怒ってるんですかね、あんなね。なんか、ちょっとあの人たちに、ね、あの、いの、ね、今出てる、まあ、だからそのね、会社の責任だからっていうことでそう怒ってますけどね。なんか、東山さんに対しては、あなたもなんか犯罪に関わったんですよ、みたいな言ってる人いて、なんかちょっとこう、なんか、なんだろう。でもそれもなんか弁護士の方が付け加えて、言ってましたんで、だからそういうことをなんか、いきなり言ったりして、ちょっと泣き目になってましたね、東山さんね。僕にはそう見えました。なんかね、そういうことをね、平気で言わないでほしいね、記者会見ね。なんかそうやって生きている人を貶めていくのかなって思った。なんだろうな、なんか、なんかね、それでさ、記者たちはさ、言うだけ言ってさ、間違ったら謝ってない、全然ね。自分たちは全く謝らない。上の立場こんなになってさ。あんたはなんか、悪いことをしたんだから、俺たちの方が上だよ、みたいな。そういう感じで、どんでも、記者たちみんな顔向ければいいのよ、カメラね。なんかちょっとね、しかも、間違ったりとか、言い過ぎたら、申し訳ないですとかも言わないじゃん。それは良くないですね。僕はちょっと嫌だ。なんか、ちょっとそこがね、嫌だった。で、なんか、そう、ねえ、なんかそう感じたね。まあ、結構しかもなんか喧嘩になっててね、なんかとね、フェアじゃないとかなんか、うわーとか叫んだりとか、みっともなかったりとかしてね、情けないなって思いますもんね。なんであんな叫んでるんですかね。なんかそこがね、ちょっとなんか不思議な感じが、僕はね、しましたね。でもなんかびっくりしたのは、被害者何？ 300 人ぐらいいんの？やばいっすね。300人以上いんの？被害者って。さすがにそれびっくりした。最初の方に言ってましたね。300人って言ってた気がするな。400人だ。300人か。確かね。そんなにいんのって声裏返っちゃって、聞き間違いかなんかかと思ったんですけど、300人って言ってた気がするな。確か。さすがにちょっとそれは多すぎないかって思いましたね。何されたんですかね。なんかでも、なんか、今誰がや、ど、な、何をされたかとかって事実関係っていうのがわかんないから、まあ現場にいた人たちとかを調べて、まあそこの人たちの話を聞いて、いろいろ状況証拠とか集めていくしかないのかな。まあボイスレコーダーとかね、あればいいんだけど、でもなんか昔って、まあいい意味でも悪い意味でも寛容的だったんですよね、社会とかが。だから、まあちょっとこんなことしても平気かなとか、まあちょっとこう、なんだろう、まあジャニーズの中とかでも、まあなんかこう、ちょっと、なんかそういう行為、ね、触ったりとか触られたり、ジャニーさんに触られることによって、こう、それだけで、まあそれだけっていうか、それでこう、なんだろう、ね、のし上がっていけるっていうのが、まあ多分暗黙の了解とかであったから、じゃあまあ仕方ないかなっていう感じで、まあ若干こう売春と買春の関係だったりとか、あとはまあなんだろう、なんかそういったことが、なんだろう、昔は、まあ、あるよね的な感じだったと思うんですよね。多分。で、
まあ、中には、まあ、本当小学生とかが襲われたりっていうのがあったんですかね。それはもう医師が、だからほら、もしね、まあ、中学生とか高校生、まあ、高校生とかで、まあ、意思があって、お互い了解をしててもダメなんですけど、法律ではね。だけど、まあ、お互い了承がしてないのに、こう、なんか襲ったりとかっていう話がね、ちょっとこの前あったんで、まあ、今回じゃないですよ。今回の記者会見じゃなくて、コメント欄とかでもあったんで、まあ、それはちょっとどころか、やべえなって思っていて、でも300人とかさ、被害者がいたらさ、一人くらいさ、やられてる最中にさ、ぶん殴ったりしないのかな？無理なのかな、それも。いや、本当に嫌だったら、でも、ぶん殴ったりとか、正当防衛はすると思うんだよね。で、本当顔陥没するくらいぶん殴るかもしれない。本当に嫌だったわね。だから多分、やっぱりお金の関係なのかな。まあ、やんないと、まあ、ジャニーズの、で成功できない。なんか、歌ったりとか踊ったりして、まあ、アイドルになれないっていうか、まあ、そういう、なれないから、まあ、仕方なくやるしかなかったみたいな。というところでの被害っていうことなんですかね。ね、多分。だって300人もいたら、一人ぐらいはぶん殴ってね、ぶん殴るでしょ、よし、だって。あれかな。なんか、そんなことすると、あれかな。家族も危険にさらされたりするんですかね。なんか、お金の関係かなんか回ってるのかな。なんか、そう、弱みにつけ込んでるんですかね。それがよくわかんないですけどね、ちょっとね。まあ、なんだろう。とりあえずちょっとなんか、あれかな、ちょっと、なんだろう。なんか、まあでもなんか、昔はなんか、ジャニー、ジュニア、の、えっと、えっとね、ジュニア、えっと、ジャニーズジュニアか、とかなんか会社とかちゃんとなんか、なんだろう、こう、まとまってなかったりとかね、言ってましたけど、まあ、やっぱそういった感じで、まあ結構、なんか、和気あいあいと、なんかいろいろとなんかあれかな、あったんですかね。なんか、あまりこう、まとまってなかったりとかね。なんだろう。まあ、しょうがないんじゃないかな。今と昔はもう時代変わってるので、ね、今だと、まあ、なんかこう、昔だと、まあ、ちょっとこう、いたずらとかね、しちゃっても、ちょっと下がったぐらいとか、なんか、うわーっていう感じで、でもそれが、本当は嫌だったんだよとかっていう子もいたりとかして、どっからが被害なのかっていうのは、もうちょっとわかんないじゃないですか、なんかね。ちょっとこう触っただけとかさ、あ、嫌だ、でもなんか、まんざらじゃないから、まんざらじゃないからいいのかなと思ったりとかって、あるじゃないですか。ね。だから、そこら辺の、どっから被害なのか、わかんないし、なんか、東山さんの若気の至りって前も言ってましたけど、まあ、それはでもあると思いますよ。なんか、若気の至りっていうか、なんだろう、そういうこう、なんか若いから性的多感だったりです、なんかちょっと触ったり、でも嫌だったら嫌って言ったりとか、あんまり嫌がってないな、漫才じゃないのかなと思ったりとかね、ありますよね。あります、あります。だから、そこは別に東山さんのことを責めてる記者いたけど、ちょっと誹謗中傷すぎないかな、この記者が。僕はなんかね、なんかちょっとそれは言い過ぎじゃないかってちょっと思って、良くないと思います。こういった記者、謝罪すべきですね。なんか見て見ぬふりしたとか、なんかそれを断定してこう強く言うのはちょっとこれは損害ですね、侵害ですね。って僕は思いますよ。あんなみんなうわーって全国で見てる中で、記者がさ、東山さんにさ、そんなこと言うのはひどいと思いますよ。侵害ですよ、僕は。これはね、絶対良くないと思うね。本当にね、そういうなんかことを断定して決めつけたような感じで、うわーって怒られて言ってんのは、ちょっと侵害っていうか、かなり侵害だと思うんで、この記者はすぐに即刻謝罪するべきだと思いますね。それは僕、良くないと思いますよ。本当に。なんかそこはね、許せないですね、なんかね。なんか何でもかんでもこう発言許されてるところがあると思うんで、ちょっと自重した方がいいんじゃないかなって、そこはちょっと思いますよ。いや、生きてる方たちを、今生きてる方たちの中で一生懸命こうなんか、そうなんか誰が悪いかっていうふうにこうすごい責めてますけど、ちょっとなんかすごいかわいそうだなって僕は思いますね。なんか、なんかね、納得できないね。そこはね、ちょっと良くないと思う。
でもちゃんと井ノ原さんも、なんか、ちょっと落ち着いてとかね、なんか、なんだろう、ちょっと皆さん落ち着きましょうとかね、なんか変な質問に対しては、ってこういうふうなジェスチャーしたらすごく良かったと思う。そこはね、やっぱね、そういう姿勢がね、僕はすごくね、大事だなって思います。やっぱり、何でも訂正、いや、その通りですとかね、言うんじゃなくて、その違うところに対して、って疑問を言ったりとか、することが、僕はすごくやっぱいいと思います。おかしいものに対しては、ちょっとこう、こっちから逆に疑問を言ってっていいのかなって思うし、なんか、そういうところがちょっと、なんか、なんだろう、ちょっと意地悪だなって思いますね。なんかその東山さんに対してこそ、なんだろう、結構言ってたところが僕はちょっとなんかかわいそうだなって思いましたね。ひどいなって思いましたね。侵害だなって思いましたね。侵害でさ、だってあんなね、本当にいっぱい人が見てる中でね、ああいう記者は謝罪した方がいいんじゃない、謝罪するべきなって思うんでしょうかね。ちょっとね、かわいそうになってきて、こっちが泣きそうだったのかも。ひどい、ひどいよ、本当に。決めつけて断定して、なんか、ちょっとかわいそうだなって思いましたね。で、この前、若気の至りとか、なんかね、いろいろ話があったと思うんですけど、まあ、そういうことだってあるよ。なんかね、ちょっとこうね、触っちゃったりとか、ちょっとなんだろう、こう、なんだろう、なんかね、いたずらとかさ、なんかそれもちょっと相手にとっては嫌だったんだけどとかね、コミュニケーションのとこでの問題があったりとかあると思うんで、だからそこら辺の、まあ事実確認とかわかんないのに、なんかいきなりこう、なんだろう、こう、なんかね、あなたもやったんでしょみたいな。ねえ、ちょっと、あなたもなんか、それを見て見ぬふりしたんでしょとか、なんか、せめて、見てらんなかったですね。本当に見てらなかった。かわいそすぎて見てらなかったね、僕はね。ちょっと本当ね、もう本当かわいそうと思った。よくないですよ、本当。よくないと思う。ね、そんな、で、弁護士さんもなんかちょっと焦って、声詰まらして、なんか、ね、どうしようかっていう感じになってましたけど、そう断定したりとかするの本当に良くないし、ね、本当謝罪をするべきだなって思いますね。それは、本当良くないと思う。だからちょっとそこがね、ちょっと良くなかった。ね、今回の記者会見で、この、だからそのスマ、あの、えっと、スマイルアップさん側は、もう全然、もう記者会見、ね、本当に、ま、あの、僕は素晴らしいというか、で、ね、良かったのかなって思うんですけど、記者が、ちょっと僕、記者が本当にね、ちょっとあまりにもモラルがなすぎて、もうちょっとこう、そういった方たちにもっとね、カメラ映した方がいいと思いますよ。だから画面、半分くらい分けて、なんかこう、記者する人にもカメラ向けた方がいいと思う。こうやって。ね。で、その話どんな人なのかってね、もうそうやってやった方がいいと思いますよ。なんか、そんな感じがしたね。何でもかんでも話してとかさ、ちょっと僕はね、ひどいなって思いましたね。もう返すの。でね、ちょっと僕は感じましたね。はい、っていう感じです。あんまりなんか気分良くないね、今回はかね。はい、っていう、感じです。まあ、これからいろいろこうね、まあ、やっていくと思うんですけど、まあ、あれかな。なんだろう。でも、でもなんかね、僕個人的には、まあ今こうやってね、話したりとか残ってる方たちも、僕は被害者だとは思いますよ、なんか。なんだろう。だからこうやって責められている人たちだって被害者だと思うな、なんか。なんだろう。なんかそんな気がするね。こう東山さんだったりとか、まあ井ノ原さんとかも含めて、今責められている人たちも、なんか被害者というか、こうやってこうやっていかなきゃいけないし、いろいろこう、なんだろう。いろいろこう向き合っていかなきゃいけないし、で、記者からもこんな責められなきゃいけないし、被害者だと僕思いますよ、本当。だからそういった意味で、このジャニー喜多川のやったことっていうのは、相当なこう罪だなって思いますね。まあ、何をしたかちょっとよくわかんないし、まあ、なんかちょっとよくわかんないんで、あれなんですけど、なんか今こうやって責められてる方たちもみんななんか被害者なんだなってちょっと思いましたね。だからこそ記者はそうやってこう言う勇気じゃないなって思いますよ、なんか。侵害的な発言。侵害なんだよね。
ひどいよね。僕はひどいと思ったな。ちょっと、かわいそうだもん。途中で見ないかも。途中でね、見ないのかちょっと待って、本当かわいそうで。うん。はい。という感じでしたね。はい。皆さんはどうでしたかね。うん、ひどかった。うん。あんなひどいと思わなかった。うん。はい。では、ありがとうございました。これで以上です。